はい、今日はケンタッキーで、飲んできます。餃子、日本酒と焼酎、これなんだ、ジンで、今ケンタッキーさんが 30% オフやってたんで 30% オフのセットなのかな、買ってみました。まずこれ、日本酒菊水の辛口で、よいしょ、腹減った。いただきます。これ、水みたい。あ、まず、はい、まずポテト、KFC のこういうやつね。腹減ってくる、うめ。ドラムだ。クリスピー取られてしまった。みんなドラム好きって言うけど、俺ドラムあんま好きじゃないんだよね。味薄いから。え？足りるかな、どうかな。うん、まあいい。うまいです。みんな好きってやつ。マニアックな。こういうのちゃんと味あるけど、たまに味薄いなんだよね。手が、あとヒゲ生えてるから、生えてるってヒゲ生やしてるから、ヒゲにつくのがやばい。ラピトピト、ほら、ミニパックで持ってかれちゃった。さっき介護で俺の父親にお昼ご飯食わしたん、食わしてからの昼のいいのかな。でも介護してる人たちは大変だよね。うん、やってみて初めて分かったけどね。まあ、俺やってるのでも飯食わせるのと話聞くくらいだからね、まだね。やっぱ下の世話だなんだってなるとね、大変だよね。お風呂は週1回あのヘルパーさんみたいなのに頼んでるし、あれだけど、うん、よくねテレビとかで大変だって聞いてたけど、本当大変だよね。で、仕事持ってる人をね、辞めるわけいかないからね。そういう話をしながら飲んでます。あんまり深酒はもちろんしないですけど。はい、日本酒ラスト。声大きく喋れないから、喋っていいの。コロナのせいで、うん、はい、ラスト一口。缶飲、うん、日本酒飲んじゃったんで、池氷ね。で、次はジンのプラム。なんかな、バス桃の甘い香りがする。はい、かわいい。あ、こうか、よいしょ。ジノスモモ、甘いわな俺には。甘い、やっぱり甘い。
で今日はベーコン、なんていうの読めない、ベーコンなんだかって。あ、今日のメイン、はい、分厚いよね、ここのはいつもうまそう。ベーコンなんだかかんだか遊びました。まる、どう、おいしい。アルコール度 13%、 さほど高くはないんだね。あ、ちょっと甘いでも俺には。結構スパイシー、うまい。多分ビールとか合うな。韓国、なるほど、飲んだ。でもこれは甘い、リキュール系なんだね。ワンナイでロックで飲むんだろうな。でもちょっと甘い、甘すぎる。これにも1個もらった。マック、マックの 何バーガーだか分かんないね。はい、一服して、また時間ある。今日だからいつもあの息子に介護いるときはやってもらってたんで、今日俺が休みの日には、今日はお休みでいいよっつって、俺が飯食わしたりとかいろいろやってますっていう愚痴は、はい、やめて。でも酒が甘いんだよ、キリッとした飲みでシュワシュワ。あ、そういえばさっきうちのじいちゃんから今日の晩飯は、あのお昼に早いけどね、ご飯食わせながら晩飯の話したんだけど、何食いてって言った時、目玉焼きか卵焼きって言われたから、今日卵焼きねって、焼いてみます。さあどうだろう。とりあえず食っときます。あ、あれだ、マックの照り焼きでした。さっき照り焼き、もう顔がねベロベロベチョベチョになるのが味わないよ。韓国、うまかった。普通だとね、だらだら飲むんだけど、今日はこれで終わりにしたいと思います。最後まで甘い、ごちそうさまでした。これは飲み切ります。あー甘い、あーカイン、甘かった。ごちそうさまでした。甘い。